宮城県大宜町にある T シャツ工房アゾット。遊び心にあふれたデザインやシルクスクリーン製法による手作りの T シャツを軸に、メイドイン東北の技術を世界に発信しようとする会社です。10年前にちっちゃいプリントごっこみたいな機械で一社の仕事だけをとりあえずこなしているような感じで、仙台で頑張ってやっていこうかっていうのが始まりだったんですけど、アパレルブランドとの取引を中心にその評判は広がっていき、名取市のショッピングセンター内に直営店を出店するまで成長していきました。やる内容もどんどん増えていったんで、スタッフもみんな育ってきて、こう本当に右肩上がりで来てたんですけど、しかし昨年発生した東日本大震災の影響で工場は壊滅的な被害を受けました。壁がこう観音開きみたいにですね、工場の壁がこう落ちてしまいまして、国で立ち入り禁止の札貼られちゃったんで、もう引っ越しを余儀なくされたっていうような、本当にどうなるんだろうっていう感じにみんななってましたね。そんな時に手を差し伸べてくれたのが京都在住の T シャツプリントの師、原俊夫さんでした。染めの職人の師匠が京都におりまして、そこの師匠を頼っていったっていう形で、僕たちはもう実動部隊っていう形で仕事を受けてたやつをなんとかこなすために、もう京都で、はい、遠く離れた場所でもアゾット復活に向けた思いは一つ、全員で一丸となって作業をこなしていきました。まあ、不安な部分と、まあ、みんな残っ仙台に残っている仙あのみんなのためにちょっと頑張らなきゃなっていう気持ちで、まあ、両方入り混じって複雑な感じでしたけど、物件探しながら並行してその全ての仕事がもう遅れてたんで、とりあえず納品納期を守るように動いてで京都に、なんていうんですかね、指令を出してという感じで待ってました。京都の師匠だけじゃなくて、周りにいらっしゃる同業者の方とか仙台のお客さんも東京のお客さんも皆さん応援してくださってたので、同業者の社長さんが習字で書いてくださったのをまたみんなでデザインして、アゾットをまあ助けようということで多分こういう風に、これはちょっとそうですね、大事にタンスにしまってるんですけどそして2011年8月には難航していた新工場の場所も見つかり、再び作業を再開することができました。そうですね、自分は仙台に残った派なんですけども、まあ結局やっぱみんな他の京都に行ってもらったりして頑張ってたら、まあ、うち仙台で自分もやってたんですけども、できるのがやっぱでも嬉しいですね、復興してから。その後関東の拠点としてお台場ショッピングモール内にも新たに直営店をオープン。また T シャツプリントのワークショップも精力的に行い、参加者にオリジナル T シャツと笑顔を届けました。やっぱりまだまだ本当に自分の身内とかにも大変な思いされている方がたくさんいるので、まだまだ正直本当の復興ではないと思ってますので、こうやってなんだかんだ元気な人たちで、まあ、頑張って活動を続けていくのがまず大事じゃないかなと思ってますね。まあ、メイドイン東北仙台のものを世界、まあ、世の中にどんどん出していって、まあ、うちは T シャツを作ってる会社なので、T シャツといえば仙台のここだよねっていう形で、仙台といえば T シャツだよねっていう風な状態まで持っていきたいなって思ってます。ここでアゾットからお得な福袋情報。昨年も好評だった3万円相当の商品が入った福袋を5000円で販売します。こちらの福袋は各店舗のほか、ショッピングサイト楽天でも購入することができます。
メイドイン東北を応援してください。